副本とは、元の本や文書の写しのこと、複数の同じ本のこと。ここでは2の副本について説明する。多数の書家が並ぶ、図書館副本は、図書館が同じ図書を2部以上所蔵する際のこの図書のこと。ベストセラーや児童図書などは、副本が多くなる傾向があり、しばしば単一の図書館が10冊以上の副本を所蔵する場合がある。 百科事辞典などの参考図書は、館内閲覧用と貸し出し用に分けるために副本を用意する場合がある。多数の参加者がある読書会のテキストなども副本が多くなる傾向がある。地域資料は多くの副本を準備することが重要である。近年には公共図書館がベストセラーを多数購入して無料で貸し出していることが書籍販売の妨げとなっているという、いわゆる 副本問題の指摘がなされている。2000年には一部の著作家が図書館が本を貸すから本が売れなくなった、図書館は副本を減らすべきという主張を行い、国の審議会で討議されるに至ったが、2003年に日本図書館協会と日本書籍出版協会が共同で行った調査によると、一般的な公共図書館の副本差数がそれほどでもないことが明らかとなり、 批判は沈静化した。2015年にも出版関係者による公共図書館の攻撃が行われたが、図書館情報学者の床与田良は書籍の売り上げが減少した理由の本質に向き合わずに図書館をスケープゴートとする出版業界の体質を激しく非難している。ありがとうございます。